はい、アソステークスってことでね、やってしまいたいと思います。秘密結社プログラム総炊飯器でございます。まあ、ここのところもね、当日なんとか、まあ、動画アップって流れが続いてるんですけども、こちらね、まあ、おかげで枠順がね、出てから、こう、予想をね、じっくりする感じになってしまったんで、まあ、内枠のね、前に行けそうな馬からこんな感じで行きたいと思いましてね、ちゃんと人気してるね。まずは1番、ウェルカムニュース。まあ、休み明けを1つ叩いての、この夏2戦目ですからね、まあ、前目で競馬ができてきた馬ですし、まあ、内枠からすんなり先行できればいい枠を引いたなという感はあります。まあ、そして2番のラビータエベラ、前売り5番人気ですね。福島小倉の 1700m 戦で連勝してのオープン入りだった馬ですね。オープン初戦は負けたものの、まあ、休み明けを立て直してここは期待をできると思います。まあ、そして4番のキングズソード、まあ、連勝からでね、オープン入りからのね、オープン入り初戦で重賞3着、その後オープン勝ち。まあ、重賞3着もね、岩田未来に乗り換わってのものですからね。まあ、その後川辺り勝ってきたように、ここをね、通過点にしたいなというような意図はあるのかなっていうことでね、まあ、当たり前のようにね、ちょっと抑えなきゃいけない馬だとは思います。まあ、そして8番のアラジンバローズ、前売り、2番人気。まあ、去年ね、小倉のダート 1700m で連勝して夏にオープン入り、まあ、夏の小倉、この暑さも含めて得意とする馬っていうふうに言えるのかななんていうところはあると思います。まあ、そしてですね、このコースで冬にもね、オープン2着があって、これがオープンでの最高着順っていうことを考えると、まあ、コース巧者っていう点も踏まえてね、入れておくべき一頭だと思います。で、10番のベルダーイメル、前売り8番人気。オープン勝ちはダート 1700m でのもの。まあ、その時もね、オープン3着構想してから1700でと、まあ、好調がね、2、3戦続くタイプでもあり、まあ、そしてね、1700m なら勝ち切れるというタイプでもありってことでね、入れておいて、今回はまあこの5等ボックスなら、まあ多分大体当たるんじゃないかなということでね、まあまあ、いつものようにね、行ってみたいと思います。まあ、そんなわけで、まあ、こういった形でね、またやっていきますんで、まあ、メインチャンネル、フェアム TV の方では、明日のメイン、小倉記念の予想が上がっております。合わせてよろしくお願いいたします。以上、アッチーでした。